立憲民主党枝野幸男代表、議員会館で喫煙、認識甘かったに批判殺到。内容はこちら。立憲民主党枝野幸男代表が禁止されている衆院議員会館事務所内での喫煙を続けていたようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。立憲民主党の枝野幸男代表が、受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が全面施行された今年4月以降も禁止されている衆院議員会館事務所内での喫煙を続けていたことが分かった。31日の記者会見で質問を受け認めた。会見で枝野氏は、制度を明確に認識し厳格に運用する認識が甘かったと反省していると述べた。おそらく事務所内で喫煙する議員が多く、徹底されていなかった側面が間違いなくあるとも述べ、党内で周知を徹底する考えも示した。国民には室内での禁煙を押し付けといて、それはないでしょ、枝野さん。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。もし自民党議員が吸っているのを見つけたら、国会で鬼の首を取ったかのように騒ぎそうだけど、自分が見つかった時にはすごく静かなのが民主党っぽい。自民党議員が同じことすれば大騒ぎするくせに。甘いのは認識だけでなく身内に対してもです。そうなんですよね。もうそのイメージが定着しちゃってるんですよね。次はこちら。僕だけじゃない、他の人もやってたもん的な言い訳が最後にあるのが何とも情けない。確かに他の議員のことも持ち出してますね。言い訳がマシン。次はこちら。ルールを守れない国会議員、この人どっかの党代表でしたよね。立憲って本当にルール守れない人ばかり。トップがこれですから。代表くっこ笑い。枝野議員は新しく生まれ変わろうとしている合流野党の党首ですよね。こんなんで大丈夫なんですか。最後はこちら。議員会館で喫煙、認識甘かったで済ますんですか、枝野さん。宇都宮のミンミン餃子でも禁煙だぞ。あらま、立憲の皆さん騒がないと。禁煙ルールすら守れない人が立憲主義とかよくもまあ言えたものです。枝野代表、多くの国民が怒り心頭のようです。当然ですよ、多くの日本国民は禁煙ルールを守ってますから。なぜ野党第一党の党首ともあろうものが禁煙ルールも守れないのですか。国会議員は国民の模範となるべき存在ですよね。自分の立場を理解してますか。とにかく決められたルールぐらいは守ってくださいよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。